足の迷い方してこんなの見かけたんだろうか。どこへ向かうつもり？ここならのんびり行けそう。これ結構珍しいものかも。届いて。メモで整理した方がいいかも。推理の準備っと。ちょっと考えてみよう。私が知ってるのは、なるほど、やった、完成、謎が解けた。どこか行きて。そこ。とりゃー。石だってやり方次第で立派な石になるよね。おう、どこに行く？よし、行くぞ。セリさんだっけか？どうかしたのか？遺跡の奥にあったあの水晶、あれは魔力を秘めていたわ。魔力？ああ、そうか。あれってそういう石だったのか。それなら私たちの故郷の空剣島でも魔力があるって言われてる石がたくさん取れたよ。魔石な、あれ便利なんだよな。光ってるから夜の明かりにも使えるしさ。その石なら私も知ってるわ。でも本当に魔力を含んでいる石というだけよ。あの水晶はそうじゃなかった。もっと純度が高い結晶のようなものだったわ。どこから持ってきたのかをずっと考えてるけど、こっちの世界では多分手に入らないと思う。異界から持ってきたものだっていうの？多分。それにフィーがあの水晶の光、魔力を吸い取ったように見えたのも気になるわ。私の世界には魔力を生きるための餌としているような生物もいるから。フィルフサとか。そう、オーレン族を知ってるくらいなのだからフィルフサのことも知ってて当然ね。確かに
フィルフ様に似たようなものよ。けどもっと端的に魔力を吸って生きる生物もいるの。それがフィーダっていうの？わからない。私も存在を知っているだけで見たのは初めてだから。そんな珍しい生き物なのか？というより伝承となっている生物かしら。本当にいるかどうかもわからない。ただその生物を見かけたら運がいい、富を授かる、力を得ることができるなどと伝わってるわ。運が良くて富と力を授かるね。あ、ライザはどう思う？本当にそれがフィーなのかはわからないけど、もし本当にそうだったとしたらすごいよね。何にしようかな。どこに入れようかな。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。いろいろやってみたいな。何入れよっかな。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。何を入れよう。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。新しいものができちゃいそう。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。すごいのできちゃうかも。これでどうだ。やった、できた。
見つけたこれ、何に使うんだろう。この形、どこかで見たことがある気が。あ、そうだ！やっぱり！これはコアクリスタルにつけるものだったんだ。よくわかんないけど、すごそうなことができる気がする。早速試してみよう。何にしようかな。向かうつもり。よーし、行くぞー。